こんばんは。違っちゃいますね。ブレてますね。ブレてますね。今横で僕こうやって言ってたら。いや、どっち行こうかなって思っちゃって。すがちゅうわー。僕はこっち行きます。はい。はい、前回求人のお話と、はい、もろもろ雑談をしましたが、ちょっと、これからのなんかイベント情報みたいなね、放課後等デイサービスは、地域の人たちと一緒に、25日か、12月25日にクリスマス会やります。で社会的養護課のアフターケアの方も、19日、はい、日曜日かな、はい、嘘、18日になんとドミノピザが、はい、ピザ40枚くれるんだって。でそれ持って、まあ、その若者と子供に配るっていうイベントをやって、20日もやるんだって。20日もやるんですか。20日もなんか施設に行って、でさらに22日も、近所のおばさんが、おばさんでいけばお姉様方が作る手作りの料理を振る舞って、まあ、あの居場所をね知ってもらうという、イベントをやります。ということで、結構なんか後半にバタバタっと、そうですね、うん、そうなんです。で、まあ、社会的養護課の子どもたちなんかはね、そうやってまあ、みんなで一緒にちょっとご飯食うとかね、まあ、おばちゃんたちはキャラ強いからね食べなさいよなんつって、はい、まあ、あの地域どっぷりに僕たちができる、まあ、関わり方かなみたいなことで、まあ、これからどん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 イベントが入ります。で、年末は今年は30まで、はい、30日までね、営業していきますが、カネさん30休みでしょ。休みでいいですね、はい、まあ、日々疲れてます、ね、まあ、ゆっくり休んで、はい、で年明けもね、法人の、はい、新総会っていうか、それまた今度ですよ。そうですね、はい、じゃ今日は年末に向けて12月の18のドミノピザ、ドミノピザさんありがとうございます、ドミノピザ40枚を、施設の、ね、子たちに、そして19日も、施設にお邪魔して何かやると、22日も、地域のおばちゃんたちと施設の子どもたちの交流と、で、放課後等デイサービスの方法が25日に近所の、またそれも近所のおばちゃんたちとクリスマス会ということで、まあ、最後ガーッと駆け巡ってですね、今年終わりたいと思います。金山さん、あれ最後ほら、今年どんな年だったか語ってみたい。今年どんな年、うん、今年はなんかもうあっという間に1年が過ぎてったなっていう感じで。金山さんは今年結婚してる。あ、しましたね。うん、初めての。大変ですね。年末？いや、なんか両立は両立が大変、仕事と家庭と、はい、仕事して主婦やってる、お母さんに感謝ですね。ありがたみが分かるっていうか、今までやってきてもらった分自分でやんなきゃいけないので、 ありがとうって思います。素晴らしい、就職した時に一回感謝するの、本当に、それは自分の給料を見て愕然とするわけこれしかないのみたいな、これで俺をどうやって育ててたんだろうみたいな。そして、結婚した時にやっぱり思うね。でね、もう一回行くんだよ、子供、お風呂に入れてね、こうやってこんなにこうもう愛しい気持ちいっぱいで、うんこぷりぷりする子を風呂につけるわけ、そうね、やっぱこうやって愛されてね、育ててもらったんだなって。だからなんか、まあ僕はたまたまそうやって育ててもらったけど、まあ、それに恵まれない子供たちもいて、うん、
なんかこう少しでもね、僕たちができることをやっていきたいなっていうふうには思っています。はい、じゃあ、はい、お父さんお母さんに感謝して残りの1ヶ月を多分見てるからね。見てます。お母さん熱烈なファンだから見てます。お母さんいつもありがとうございます。というわけでおしまいです。